花の冠っていう、はい、大声桂さんの詩に合わせて曲ができたものがあって、で、まあ、イメージの、あったらいいなっていう花を描こうっていう、まあ、希望の花プロジェクトというやつ で思い思い の、あったらいいなっていう花を子どもたちが描いて、でラミネート加工して、でそれをあの仮設の壁とかにこう貼っていこうっていう、そういう構想なんです。なるほど。であとはこちらは、はい、思い思いの文字を書いて、そうですね、それをあの曲に合わせてラップみたいな気持ちで船橋から来てくれた清水さんはおしるこカフェをコミュニケーションでやってましたね。一緒二人一箇所で、そうなんですね。なるほど。あと書きちゃったんじゃないけど、また上に行ってもらってもおしるこカフェでございます。はい、ありがとうございます。はい、さっきね、自治会長さんに、はい、ごめんなさい、これ僕炊き出しじゃなくて、うん、まあ、こうやってね、一緒におばちゃんたちと食べながらおしゃべりする場所なので、うんうんうん、そういう点ではもうちょっとなんか失礼をね、いろいろ関わってはあるので、まあ今後、うん、はいよ、4つおかわり。はい、次の人は？ワークスパンだった。1+1は？2。